日本が韓国に遅れを取りまくっている意外な分野をご存知ですか日韓が自由貿易協定でつながった11月15日、日本、中国、韓国、アセアンの10カ国、オーストラリア、ニュージーランドの合計15カ国は、世界の人口、GDP、貿易額のそれぞれ3割を占める巨大な FTA、フリートレードアグリーメント、自由貿易協定である リージョナルコンプリヘンシブエコノミックパートナーシップ、地域的な包括的経済連携に署名した。これまで、日本と韓国の2カ国間には、FTA は締結されておらず、さらに日韓両国を含んだマルチの FTA も存在しなかったことから、批准など、各国の国内手続きを経て、セップが発行すれば、日韓も FTA でつながることとなる。 FTA については、その推進のスピードには、日韓で大きな差がついていた。1990年代において、韓国は、日本と同様に WTO を重視しており、FTA の締結には、消極的な立場を取ってきた。しかし、通貨危機によるショックが一段落した1999年頃から、韓国は FTA に対して、積極的な姿勢に転じていった。 今回は、韓国の FTA の締結戦略について見ていきたい。日本では2002年11月にシンガポールとの FTA、ちなみに日本は、一般的に FTA と呼ばず EPA、エコノミックパートナーシップアグリーメント、経済連携協定としているが、実質的に FTA と同じであるが発行したが、韓国では2004年4月にようやく最初の FTA である、 チリ FTA が締結された。また、チリとの FTA の署名後である2003年8月に、韓国政府は FTA ロードマップを策定した。ロードマップにおいて、短期的には、日本、シンガポール、インド、メキシコ、カナダ、エフタ、アセアンと、中長期的には、アメリカ、中国、EU といった国、地域と FTA を締結する戦略が示されていた。 短期的に FTA を結ぶとした国、地域のうち、日本及び、メキシコとは交渉はしたものの打結に至らず、他の国、地域とは、カナダが少し遅れたもののすべてと締結した。さらに長期的な対象国、地域についても、EU とは2011年、アメリカとは2012年、中国とは2015年に FTA を締結した。韓国は、 自国と FTA を締結した国の GDP を経済領土と呼んでいる。韓国の経済領土が全世界の GDP に占める割合は2010年までは10%未満であった。しかし2011年以降は大きく割合が高まり2019年には76.7%となった。さらに署名にこぎつけたセップが今後発行すれば 経済規模で見れば、韓国は世界の5分の4を超える国、地域と FTA を結ぶこととなる。一方、日本は韓国に比べて主要国との FTA 締結が遅れている。韓国はアメリカとの FTA を2012年に発効させたのに対し、日本は2020年と8年ほど遅れた。EU は韓国が2011年。 日本が2019年とやはり8年ほどの遅れである。そして中国との間では韓国が2015年には FTA を発行させたのに対し日本はセップの枠組みで今後 FTA が発行する見通しである。日本は自由化率も低いまた韓国の FTA は日本の FTA と比較して自由化率が高い。FTA については製品全体の どの程度の割合を自由化したかが重要である。自由化率、すなわち関税が最終的にゼロとなる品目数が全体の品目数に占める割合が大きいほど大きな経済効果が期待できる。韓国側の自由化率を品目ベースで見ると、シンガポール、アセアン、ベトナム、中国については95%を切っており、 相対的に低いものの、アメリカとの FTA では、韓国側の自由化率が99.7%で、あり、EU も99.6%と高水準である。一方、日本が締結している FTA の自由化率はそこまで高くなく、韓国に比べると十分と言えない。日本は韓国に比べて主要国との FTA 締結が遅れ、FTA の自由化率も、 高くないが、その理由は、農業問題が存在するからである。日本は米をはじめ、麦、澱粉、砂糖、牛肉、豚肉などの農産品において、完全自由化には原則として応じない姿勢を崩して、いない。これらの農産品などを自由化しなければ、相手国は、FTA の締結に難色を示す、可能性があり、FTA 交渉は難航する。 また FTA を締結したとしても FTA の自由化率は下がり結果として相手国に対しても多くの製品について自由化の見送りを認めなければならないただし韓国の農業も競争力があるわけではなく保護がなければ廃業を余儀なくされる農家が多い点では事情は同じであるしかしながら韓国は 農業部門からの反対を抑えて自由化率の高い FTA を積極的に結んでいったのである。韓国で FTA が締結できる理由。韓国が農業部門の反対を抑えることができた要因としては、韓国には続議員がいないことが挙げられる。韓国では当選1から2回の国会議員が多くを占めており、300人の国会議員のうち6 0 0が一人。 5000が13人、4000が19人に過ぎない。大統領が与党総裁を兼ね、公認権や資金をすべて掌握していた時代、近代中政権までには他選により議員の発言力が増すことを嫌っており、数回当選した議員には公認を出さない傾向にあり、現在もその名残があることが他選議員の少ない理由の一つと考えられる。また、 当選回数が増えると地元との癒着が生まれ、スキャンダルにより引退に追い込まれる議員も少なく、なかったことも理由として考えられる。さらに、日本では、与党議員が多選されれば、大臣や総理大臣を目指すこともできるが、韓国では、長官、日本の大臣に、相当には、民間人が任用されることが多く、国会議員が任用されるケースは多くない。 さらに大統領を目指す場合、他選されれば有利ということは全くない。よって、国会議員としても、ステップアップという意味では、他選されてもあまり意味がないと言える。いずれにしても、韓国では、他選議員が少ない。また、特定分野の政策に携わるとう着が生じる、可能性があるので、議員が所属する国会の委員会が入れ替えられるなど、 国会議員が特定の政策に精通しにくい。よって、韓国では、長年特定分野の政策に携わり精通する、俗議員が生まれず、農業部門についても、例外ではない。日本では、農業部門の意見を代弁する、俗議員が、政府の政策決定に、大きな影響力を及ぼすが、韓国では、農業部門の代弁する、国会議員がおらず、 政府に対して影響力を及ぼすことができない。このような事情もあり、韓国は日本に先駆けて自由化率の高い FTA を締結していった。セップが署名されて、日韓が共に参加する FTA が生まれることとなったが、韓国は日本より自由貿易の果実を享受する状況にあることには変わりはない。ただし、韓国の農業も競争力があるわけではなく、 保護がなければ、廃業を余儀なくされる農家が多い点では、事情は同じである。しかしながら韓国は、農業部門からの反対を抑えて自由化率の高い FTA を積極的に結んでいったのである。で、その結果として、韓国の農業の現状は、どうなってるんですかそこまで記事にしないと意味がないでしょそれとも筆者は、日本の農業を海外に、売り渡し、 農家を廃業に追い込めと言いたいのか日本が遅れているというタイトルだが、別に遅れているわけではなかろう。戦略の話。農業に関して言えば、日本から勝手に種病を盗むようなことやって、自国原産とか歌い世界中に売り出したり、好き放題だろう。市場の自由化をするしない以前に、貿易や知的財産権のルールを守らせる、ルールを破ったら、 それなりのペナルティを負わせる仕組みづくりが重要だと思う。日本は地方の利権、政治力が強く都市部の住民から徴収した税金を地方のサービス、公共工事などに効率を無視して公平性から無原則に注ぎ込み農業など地方の産業の保護を優先するようになっている。逆に韓国は地方の権利が弱く田舎の公共基盤が貧弱で 都市部ソウルに人口が集中する傾向が強いこれは、韓国内需の貧弱さの背景でもある。逆に、日本の場合は、国としては、司法権利を優先しているため効率を重視した、資本の集中投下ができずにいる港湾空港などで、韓国に一時期大きな遅れを取り奪われていったのも、そのため開発投資や、 貿易交渉でも、やはり農業などの地方産業の保護のため縛られている。そのため、旧来型の内需は守られるが、輸出産業にとって不利な状況が続きに、日本の基幹産業が国際的に没落していった原因の一つでもあるように思える。